おいっす、こんにちは、メリーです。はい、皆さんこんばんは。23時53分です。寝てますか？あー、でも明日休みだからあれか。君らは明日休みなんだろ？おいらは出勤だぜ。はい、ちょっとね、まあ、3月はあの大体の会社繁忙期なんとちゃいます？あの年度末だからさ、やっぱりこう追い上げ追い込みあるんじゃないですかって思うんですけど、どんなですか？皆さん、あの仕事されてる方とか3月やっぱ忙しいなみたいなね。自動車学校の時も3月忙しかったっすね。君らが春休みなんで。で、今回はレディーナガンを使っていきます。はい、こいつは結構ね、優秀なリーダースキルがやっぱり、うん、初見と印象はそのまんま、もうリーダースキルが強いっていう。まあスキルも別に弱くはないんですけどね、強いとは思うんですけど。バインドスキル3つ封印の、もうねえよ選択肢なんて。なんかね、なんだったかな、髪の毛だったかなんだったか、ね、なんか織り交ぜるとね弾丸になりますみたいな。まだ出てきてない、俺アニメでこの人。でもなんかデクと戦ってたんですよ。それだけ、敵かワンチャン敵かみたいな。でもデクが助けたみたいな。なんかそこしかわからない。まだね、ちゃんと今120話ぐらいまで来てるんで、あとちょっとだと思うんですよ。多分もう少し出てくると思うんですけどね。はい、今ミルコが出てきました。32ターン変身で3ターン闇属性エンハンス5倍、76変身ですね。で、変身後はバインド封印プラ10強3つの無効貫封。ここからは弾速を上げる。このね、なんかね、髪の毛だったかな。もう曖昧すぎる。なんかね、弾速が、回転数が上がるんだったかな、なんかそんな感じです。はい、知らないやつが語ってます。サンタースキルが、高速ルーレット1個生成、まあこの弾丸の回転数を表していると。闇属性エンハース2倍とダメ吸収の無効化と上限値80億ですね。で、リーダースキルですよ。こいつの注目すべきは、闇を6個以上つなげてゲスト 80% カット、攻撃38倍、5加3、操作3秒延長。操作3秒延長はおまけです。どうでもいい、まあどうでもいいって言ったら怒られそうですけど、そんなとこじゃないんですよ。あのね、軽減率がこんだけあってよ。で、もう正直 2.5 倍半減とかのキャラでもいいんですけど、闇を6個でいけますよ、6個で OK ですよみたいな条件のキャラクター、なかなかね見当たらないんすよね。あのどうにかこうにか死柄木戸村くんと、あの頂上解放戦線の方ねの戸村くんと合わせれるリーダーを、なんかいないかって、ブリトラで行こうか、試練進化のハーデスで行こうかっていうのをね考えてたんですよ。で、ブリトラだと 4.6 倍 HP があって割合に弱かったりとか、試練進化のハーデスだと闇を9個つなげないとそもそもダメなので、盤面が縮まった時に火力が出ないよとか、そういった条件を全て加味した上でレディーナガンが一番いいです。はい、結果、うん、って感じでしたね。五加三がお前は偉すぎ、あと五加三はやべえってことで、はい、戸村くんですね。初日に出した裏教長の編成よりもクオリティは上がってるはずです。はい。より安定性を重視っていう感じでいきましょう。ヒロアカのドロップとかにしてみる？これ。ヒロアカのドロップにして、BGM を著作権に引っかからない方のヒロアカの、これ引っかか、こっちのが。やっぱいいや。裏教長は BGM がすが素敵なんで。裏教長の BGM さ、めっちゃ良くないですか？変わっちゃった？変わってないね。OK。裏教長の BGM めっちゃ好きなんですよね。ということで、編成なんですが、レディーナガンリダチェン体制で上、ディエナですね。なんかみんな持ってそうなやつつけてます。まあ、スキブと、一応ヘイストとして使っていくので、序盤ぐらいで。で、イルミ、10強上限遅延に、合点武器、スキル効果バグ。はい。で、グレモリー、採用理由、なんかみんな持ってそうだから。スキブプラスのエルジアシステム向潜在遅延に、上パイモン武器ですね。みんな持ってなさそう。で、トムラくんですね。遅延4、悪魔キラー、HP は気持ちばかりの。アグリゲート、スキブ2の10強。スキブ2の10強武器が新しいのが出るんですよね。はい。まあ別にアグリゲートで今回はいいんですけど。で、無一郎くんと潜在一緒ですね。これ2枚です。はい。ということで、バッチは HP プラでいきます。スキブに10強武器が新しく出て、指も漏れて雲も漏れるっていうすごいのが出るからな。まあ入手難易度高いですけどね。レディーナガン、テーモンで、トムラ、3トムラ、
スリート村の三反町です。ちょっとここはごめんなさい、町でお願いしたい。で、トムラ撃って突破しましょう。あ、そう、トムラ君の話していいっすか、ほんのちょっとだけですけど、はい。今120話ぐらいまで見てるっていう話をしたと思うんですけど、トムラ君の過去シーン、回想シーンというか、子供の頃初めてトムラ君の能力が開花しますよみたいなシーンが流れるんですよ。なんかこう、愛犬をボロボロにしてしまったりとか。ちょっとここはね、ヘイスト打ちますよ。ヘイスト、グレモリー、トムラ君です。で、そのシーンが、ジャンプで出てきた、ちょうど。今週の。ジャンプ読んでることはわかるかもしれないですけど、まあ、別にネタバレになるっていうあれじゃないと思うんで、多分大丈夫なんですけど、ちょうどね、トムラ君のそのシーンがまたね、ちょうどすごい運よくね、出てきたんですよ。ちょっと感動しちゃったね。ここね、たまにドロップジャックが、左に偏りすぎると1ダメージになっちゃうんですよ。で、あとはまあ火力が低すぎたらたまに抜けないはあるかもしれないんで、そういったら2パンで OK です。一旦分吸収無効も余裕を持ってるので、もし抜けなくてもね、大丈夫かなと。一回ドロップジャッカーを排除してから抜きましょうねと。ここまで吸収無効がさ、継続してるのやばすぎん？これ 5. 点やばいっしょ。今本当に全キャラクター界の中で 5. 点一番当たり切ない、そのレベルで強いと思うわ。武器含め本体も。さあ、バルキリー階層もうなんもないっす。で、この次にね、これちょうどたまるんですよね。これ良くないっすか。だからやつなんですよ。名前もう忘れたわ名前忘れた。誰だったっけ、闇属性の人。これ誰、ディエナ、それですね。あー、キャラクター名がスキルにあるから覚えやすいね。ディエナエンハンスだって。タル持ちなのがやべえよな、トムラ君は。捨て上がって回復力も上がっていくからな。で、ここでね、ちょっとグレモリーが6ターンスキルだから重たいんですよ。まあ5ターンスキルのキャラにしてもいいんですけど、まあ、スキブの数とかの兼ね合いもあるので、ヘイスト使います。はい、ここもずらしでいける想定ですね。エンハンスもあるので正方形組まなくても。はい、強い。で、7回で、そっちか。これね、闇の数がね、ちょっと多めに欲しかったりするんですけど、ちょっとイルミ打っとくかな。なんでかっていうね、こう L 字プラスね、条件としてあれなんですよね。あー、しかもまあいいや、通話になった。 L 字プラス6必要なんですよ、軽減張るにあたって。これってさ、固定ダメージと溶け区切ってさ、あー、一緒のタイミングだよね。そうですよね。なので、まあ、軽減張りながら L 字組みたいなっていうので、まあ、今の感じになりました。はい、 OK ですね。闇だった場合はまあシンプルに、まあ、レディナガンでもいいですけど、イルミ打ってもらって、ずらしじゃきつくなってきそうなんですよ、この辺から。ちょっとこの辺からずらしじゃきつくなってくるかなって思うんで、正方形組みますね。こっからはもうしばらく正方形かな。まあボス第一形態は正方形組まないですけど、9回はお、いいんじゃないか。まあもし貯めたくばあれですけどね、闇消せない状態とかはちょっと耐久とかした方がいいところはあるかもだけど。はい、はい、OK。 まあでもね、こいつの闇を消せないを引く方が多分稀だけど、何分の 1? 5体ぐらいいるよな、この階層。5体ぐらい引いて、なおかつ5分の1を引かないといけないですよね。これワンパン行きたいね。
これさ、これさ、これ打っとこ、保険です。保険保険。はい、これ打ったら確実にいけると思う。まあどうせこの後の階層で打つこともまあ吸収無効もね、言うてマシンゼースぐらいでしょうし、うん、まあいいですよ、これはイルミがいるから全然大丈夫。はい、操作時間がちょっと短くはなっちゃうので、まあ、そこだけ気をつける点ではあるけど、まあ言うてそんな難しいパズルするわけじゃないんで、はい、まあ、くっつかないようにだけ気をつけて正方形で倒していきましょう。はい、 OK ですね。お、格無ですね。じゃあグレモリ打ってで、トムラフン打ちます。まあ、ここはちょっとしょうがない、トゲ少し動かすことになる。はい、 OK。 さあ続いて13階層で、回復消せないだけですね。千里ドラゴン来ても右は遅延食らわないので大丈夫ですね。こんなもんで、トゲちょっと右に動かしといてあげた方が良かったかな。はい、ということでボス回想、マシンゼウスが出たから操作時間が大丈夫ですね。大丈夫なやつ、無言パンチに変わります。はい、で、ナガンのリーダースキルが6個つなげろよなので、6個つなげて、あとはなんかいいように分割してあげればいいかなって思ってます。はい、はい、なんかまあまあ街作らなくてよかったかもしれないですけど、これで倒していきましょう。操作時間がね、マシンゼウスじゃなかったら短くされてるので、まあ、ただ、ナガンのおかげで3秒延長はありますので、まあ、そこら辺は貢献してもらってますね、しっかりと。で、ここのルーレットも上書きできるのはレディナガンいいとこですね。まあ、初手はまあいいや。どこで打つかは自由なんですけど、まあ、本当にどこでもいいんですよね、これ。まあ、一旦これはこうじゃないですか。ボスの、1回目の削りで打つか、最後の最後で打つか、まあ、この位置別に組みにくいともあんまり思わないですけど、泥鏡の数もまあ別に悪くないし、まあ、全然いけると思います。うん、まあこうして、これで、はい、でこれでまずは半分まで削ります。で最後ルーレットが来るので、まあここで打とうかなーみたいな。あー、ちょうどうざい位置に作りましたね。まあまあうざい位置に作ってくれましたね。はい、ということでじゃあルレを上書きしといて、おーいいね、そのずらし具合で、これも簡単80億火力でぶっ飛ばして終わり。エンハンスも乗りますからね、さっきより火力は出やすくなってるから。はい、 OK と。ってことでこんな感じですね。まあもうランク上がります。めちゃめちゃ簡単です。めちゃめちゃ簡単だし、めちゃめちゃ早いしみたいな。はい、9分48秒そんな時代です、もう。うん、ということで、まあレディーナガン結構相性いいので、トムラ君もし3体引けたよって方はちょっと狙うと強い編成組みやすいんじゃないかみたいなのはあるかなと思います。今後とも闇のつなぎ消しのリーダーとしてはね、全然使っていけそう。
リーダーとして登場しそうなスペックをもらえてると思いますので、まあ弾けたらラッキー程度かなということで、ご視聴ありがとうございました。よかったら少しでも参考にしてみてください。バイバイ。